い、どうも、さきです。オンラインリハビリでね、担当しているある患者さんとの、話なんですけど、結論ね、日頃何気なく使っているものでもですね、その人の状態を左右することってあるんだなぁと感じた、そんな話なんですけども、はい。何の話題からね、そういう結論になったんかと言いますとですね、その患者さんがね、出かけている時に使っている杖ね、について話していた時やったんですよ。お母さんのね、歩き方が前よりもですね、不安定そうだと、猫背も強くなってきているなんて話を聞いたわけなんですね。ただオンライン、ズーム上でお話をしてるんで、やっぱりね、お母さんね、の様子も見れるんですけれども、やっぱりね、歩いてる様子とかね、そういったところもね、できれば見たいなということで。その日頃、普段ね、歩いてるその様子っていうのを、動画に撮ってですね、送ってもらったんですね。で、その動画見せてもらった時に気になったのが杖ということだったんです。そんな特殊な杖使ってなかったんですけどね。介護用でよく使われている、本当に一般的な杖ではあったんですけど、強いて言うならですね、杖の支えが1点じゃなくて、4つ足、足が4つあって、4点で支えてるやつあるじゃないですか。こんな感じのね。はい。こう4つあって、ピッて伸びてるね。あのタイプを使ってたわけなんですね。でもね、あれって見たことあったり持ったことある、なら、分かってもらえるかなと思うんですけど、結構重たいですよね。その患者さんもね、女性で、結構華奢な体型やったんで、重く感じてたのかもしれませんね。よいしょっていう感じで持ち上げてね、歩いてるっていう、そういう感じやったんです。で、その杖の高さっていうのもね、結構その人からしたら低めになってて、その高さにね、合わせるようにですね、腰を曲げてるっていう感じもあったんですね。はい。なんとなく想像つくかもしれませんけど、そりゃね、ふらついたり猫背になっちゃったりするかもしれませんよね。そういう話を娘さんとも喋ってたんです。そしたら娘さんも、思い返せば、そのね、杖なしでね、元気に歩いてた時よりも、杖使い出してからの方が猫背強まったし、ふらつきも増えたような気がするというふうな話をされていたわけです。もちろん今回の話がですね、その杖が全ての原因とまでは言いませんし、その四つ足タイプの杖がね、良くないなんていうふうなことは言いたいわけでも、決してないわけなんですが、見るからにですね、明らかにその患者さんとの相性は良くなさそうかなという、そういう印象を受けたわけです。はい。娘さん曰く4つの足のね、方が安定するしっていうことを聞いてて、聞いたので、それを使っていると言ってたわけなんですけども、いろいろ考えた上で、その杖を選ばれていると、いうことだったわけですが、はい。でもね、一部ね、そういった原因もあるかもしれんと、無理にとは言いませんけどね、ちょっと使ってる杖をね、一度見直してみてもいいんじゃないかなっていう話をさせてもらったわけです。はい。こんな感じでですね、何気なく使っているそのアイテムというのが、その人の状態を左右することってあるんちゃうかなと。そんな話ですね。はい。でね、この杖の話なんですが、実はね、僕もね、ラプレで一緒に働いてくれているそのプレイヤーのね、水野さんという方からね、実は聞いた話ではあったんですよ。何年前やったかな、忘れましたけどね。一般的に使われているね、その杖の形っていうのはね、形の杖っていうのはね、便利ではあるんですけれども、高さがね、結構低いものが多いと。ということで、さっきの話じゃないですけど、猫背を生みやすかったりすると。だからね、そういうのがもし気になるんであれば、いわゆるスキーの杖みたいなね、ああいうタイプ、比較的ちょっと長さのね、あるタイプの杖がおすすめだ、なんていうふうに、話してくれてたんですね。はい。で、それを聞いた時にですね、なるほどね、と。そういえば僕のおばあもですね、その四つ足タイプの杖をちょうど使ってたんですよ。はい。で、低かったんです、高さもね。はい。そういえばな、というふうに思ったところがあったんですね。僕のおばあってね、ちょっと麻痺があってね、くも膜下出血っていう脳の病気を、二度ほど、やりまして、で、手術をね、二度ほどしたわけなんですけれども、その時にですね、半身の麻痺がね、右半身麻痺が残っちゃってね、はい、リハビリとかもやってたんですけども、当然杖使った方がいいよっていうことで、その杖を杖使ってたんですけど、四つ足やったんです。はい。で、僕も持ったことあったんですけど、重たいね。結構重量級と言いますか。はい。結構ね、重みがあるような、そんな感じだったんですね。はい。で、同じような感じで、そのさっき例に挙げた患者さんと同じような感じで、確かについてたりしました。でもね、同じように僕もね、説明受けてたんですよ。その方が安定するからとか、そういう話をね。しかも僕のおばあの場合ね、結構、性格的にキャラ的にね、割と無茶するタイプと言いますか。はい。麻痺がもちろんあるっていうのは本人も理解してはいるんですけれども、結構ね、いろんなとこ行こうとしたりとか、結構ね、ちょっと無理しようするタイプね、ほんとやんちゃな感じのおばあだったんで、はい。確かに危なっかしさを感じてはいたっていうところで、それ使ってもらってたわけなんですけれどもね。はい。
や、まあ、なのでね、まあ、そういうもんだというふうに僕もね、こう、聞いてたし、思ってたんで、その杖を使うことに何らね、疑いはなかったわけなんですけれども、やっぱり何気なく使ってるものがね、操作してしまってる、疑ってもいなかったんですけど、実はそれが、蓋開けたら、ちょっとね、あんまり良くなかったんちゃうっていうことはね、もしかするとあるんかなという、そんな話です。これはまあ今回杖で例えましたけど、杖以外にもたくさんあると思うんですね。日頃食べてるその食事の内容とかもその人の体の状態もちろん左右しますし、まあそれこそ食後の歯磨き、歯ブラシとかもですね、どんなん使ってるかですよ。綺麗な歯ブラシ使ってるんか、もう毛先バッサーなってるようなやつで使ってんのか、当然歯の状態、口腔のね、環境も変わってきますよね。で、最近僕ね、注目でね、割と動画でね、喋らせてもらってる睡眠のね、こう状態っていうのも、まあもちろんその人のね、生活習慣もありますけど、日頃どんな寝具、布団、枕を使ってですね、まあ寝ているのかでですね、だいぶ大きく変わるようなっていうふうなことも、全然ある話ですし、はい。まあ杖に限らず、いろんなところでそんな話はあるのかなと思うとですね、まああなたもですね、目の前の方ですね、まあ何気なく使っているアイテムだって何気なくしているその行動が案外ね、その原因で左右、その人の状態を左右することってあるんかなと。はい。まあちょっとね、何気なくやってることかもしれんけども、ちょっと疑いの目を見てですね、見直してみるっていうのは一つありなんちゃうかなと思いますということですね。はい。まあ僕のおばあもですね、まあ今どうなんやろうな、まあ杖使ってるかもしれんけども、どうなんだろうね。はい。あんまりちょっとね、僕のおば大阪にいましてね、はい。まあ、実家もそこの近くになるわけなんですけど、あんまりちょっと顔を正直出せてないんですよね。はい。はい。まあ、親不孝もんだなというところなんですけれども、ちょっとね、一回、これを機にどっかでね、顔を見せる機会を作ってもいいのかなというふうに思ったり、ちょっと様子見に行こうかなというふうにも思ったかな。はい。まあ、思うんですけども、いつもね、帰らないっていうね。はい。思うのは思うんですよね。はい。連絡しようかなと思うのも思うんですよね。ついついやんないし、顔出さないっていうね。親不孝者の僕なんで。はい。まあ、ちょっとね、どっかでね、その辺、またなんか、はい。やってみてもいいなと思いました。はい。もうちょっとこれ以上喋るとグダグダになりそうなんで、こんなもんにしておきます。今回の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。はい。もしね、動画の内容がいいねと思ったら、いいねボタンを押してください。チャンネル登録もぜひ必須でお願いしたいと思います。ではまたですね、動画更新していきますんで、それまで。さよなら。